はい、いきます。はい、5秒前。と、とんぼ。4、3、2。やりましょうかね。ロケットショーヘイ。まあ、言う。おっと、思わぬダメージを受けてしまった。着地が。いやー言うほどじゃなかったですけれども、皆様お元気でしょうか、ニコニコ動画に場を移して月一更新になった夜抜きポキャスでございます。もうアルセファミ2ウェーブが廃刊の後、完全新作の夜抜きとしてお届けしております。なので私も見るのは初めて、今回はだいたいどんぐらいの回を、山岸さん。今日は115回目までですね。おお、着々と来てますよ。もうあれですかね、ポッキャスの本放送はないから、差がね、こう縮まらないことはない。あとはどんどん追いついてくるだけですよ。じゃあ早速見ていきましょう。皆様ご機嫌はいかがでしょうか。ファミ通ウェブ DVD ポッドキャスティングの時間でございます。私、司会のポルノ鈴木でございます。もう一人、謝罪に参ったものがございます。ファミ通ウェブ DVD 副編集長のルパン小島と申します。ただいま、発売中の、ファミ通ウェブ DVD 4月号、こちらのですね、DVD の、ジャケットケースの中に入ってるですね、リーフレットの方に、はい、リーフレットテキストの方に、チャンネルをですね、ファミ通ウェブ DVD、はい、間違えるという、また、かなりですね、やってしまった感漂う、もうやってしまった感、はい、読者の皆様本当にご迷惑をかけて、申し訳ありません。引き続きファミ通ウェブ DVD、どうぞよろしくお願いいたします。申し訳ありませんでした。この度どうしてこういう間違いが起きてしまったんでしょうかね。私のですね、チェックの不手際で、こういうことになってしまいました。まあ、タイトルコール行ってみましょうかね。それじゃね、そうですね、今日は111回目ですから、はい、とても可愛いワンちゃんがですね、今日はタイトルコールをしてくれます。もう可愛いワンちゃんですよ。もうね、111回目、ワンワンワンの回ですから、ワンワンワンの回ですね。可愛いワンちゃんがですね、タイトルコールしてくれます。3、2、ワンちゃんが壁に穴を、やっちゃったこれ、お前ワンちゃんがスタジオの壁に穴を開けてしまいました。やっちゃった。これはちょっと、ワンちゃんが勢い余って壁に穴を、これどうするか、ちょっと、まあ、いいじゃねえかな、謝れ。かわいいワンちゃん。いやそういう言い方をするなって。いやもう、なんかもうこんな感じだよ、いつも。ファミ通ウェブ DVD ポッドキャスティング111回目、なんかもう全てが裏切り、なんで開けちゃったの。開いちゃったんですよ。開いちゃったって。俺まったちょっと、俺謝んなくちゃいけないじゃない、本当に。もう謝ってばっかりだよ。ほんと死ねえオープニングだよ、おい。もう本当泣けてくる。もうさ、おい、109回目のルパンさんのポロンさんへのまさかのカミングアウト、とても興味深く聞かせていただきました。私は一般的にゲイと呼ばれる人間です。それを自覚する前はルパンさんのように近くの同性に対して淡い思いを持ち、悩むこともありました。そんな昔の自分と重なって、ルパンさんのポロノさんに対する思いは分かるように感じます。かっこだからといってルパンさんがゲイだとは断定しませんが、いいですか、これファミ通ウェブ DVD ポッドキャスティング。まあそうですね。どういうことですか。ちょっと俺衝撃のカミングアウトなんですけど、俺これお前に言ってなかったけど、結構ね俺ね、あるかもしれない。俺ポルノ鈴木好きなんだよ。俺はないのに、やめてくれ。違う、でもまだないよ。まだない。ただその予兆を感じるってこと。人
を好きになるのは自由だと言われる昨今ですが、うん、やはりゲイに対する世間の風当たりは厳しく、また理解されることもほとんどありません、うん、ルパンさんがポッドキャストでこのような発言をしたことも勇気がいることで、うん、長い間大変思い悩んでいたのだと思いました、うん、それを踏まえて、はい、ポルノさんにはルパンさんがどのような答えを出したとしてもそれに対して真剣に考えてもらいたいと思うのです、うん、それが 100% 実ることがないことだとしても、うん、真剣な相手は真剣に答えて返答してもらいたいと考えるんです、まあね、これからもファミスウェブ DVD とポッドキャストを応援していきたいと思っています、うん、季節の変わり目ですが皆様体に気をつけて頑張ってくださいと、はい、ありがとうございます。お前たどうすんだといやでも本当書かれてる内容は僕も割と分かるなっていう内容だから、こればっかりは変えられないっていうか、同じ部署で働く人間としてどうなんだい君たち。いや最近チンコをすごい触ってくるんですよ。あそうか、チンコ触るねよく。まあでもほら昔からさ漫画のあのお坊ちゃまくんもね、友達チンコ、友達チンコってあるじゃない？友達チンコだったんだ。友達チンコだよ。だから結構なんて言うんだろう。スキンシップを大事にしたいってことですか。スキンシップ。うん。で受け地みたいなああいうぽっちゃり系が好きなの？いやうちの部署は僕みんな好き。どういうニュアンスで？どういうニュアンス？おねえだろお前、動きが今完全におねえの動きだお前。ニュアンスで？どういうニュアンス？なにラジオで残念。キムは触られる。キムとはよく俺組むよな。そうですね、うん、どうやって組む。あの格闘技をさ、はいはい、詳しいかこう。うわ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 。それはスキンシップ的な意味だったんですけど、僕もやめますじゃあそれは。引いた。じゃあ悪ふざけじゃないっていうことですか？悪ふざけではないです。本当に思ったことをこの前の放送の時に言っただけです。あ、そうですか、はい、結構ね俺ねちょっとあるかもしれない。じゃあ悪ふざけではない。でも自分でも分からないような兆しがある。そう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 。いや本当悪かったな。もっと男らしくなるわ。どういうこと。もっともっと男らしくなる。オスというわけでオスの精神で、はい、男気たっぷり、はい、男汁たっぷりでもういつか、カバーゲームモンスターハンターポータブルセカンド G、 いよいよ発売となりました、モンスターハンターポータブルセカンド G、今回はですね平井くん、柳原さん、嫁ぞり、こちらの3人がですね、ちょっと待ってください、はい、くんとさんと呼び捨ての差がいやもう何だったんですか今の。もう一回やりますよ。オス今回は平井さん、平井さんの奥さんである嫁ぞりさん、そして平井くんの、あ、平井さんの相方である柳原さん、この3人がですね、オトモアイルを引き連れてなんと対決しているんであります。オス。そして、今回ですね、ディスク2、電動 TV でございます。私たちのファミツウェブ DVD は戦いの歴史であります。戦いの歴史。今回はですね、今回はですね、私のニックギー先輩でもあります。ニックギー。長田先輩がですね。あんたさりげなく。オス。ニックギーですか。私間違えましたでしょうか。オス。神かと俺がニックギーか。ニックギーです。向かいへ。ニックギーです。神かと俺がニックギーか。ニックギー。かなり向かって。神風長田さん、ぶっ殺そう。そんな憎い長田先輩が出ている、はい、電動 TV。 電動 TV 今回はですね、長田先輩がやっとですね、罰ゲームとかにも挑戦してる感じでですね、長田ざまみろみたいなそんな感じです。はい、でまあその場合に憎い長田が、長田が俺は憎い、長田が憎い、畜生あの野郎。あいつは俺の過去を全部知ってんだ。お前が喋るからだろ。そうです。はい、そんなわけでですね、今回電動 TV は、大人気の大乱闘スマッシュブラザーズ X、 こちらの方挑戦しております。長田ざまみろこの野郎。はい、
なんで神風補佐だの、あのムカつくやりとりっつうか、あの中の喋りの全然噛めてないみたいな、全然そういうさ、喋りがムカつく、いやいや、お喋りムカつきませんか、ポロンさん。僕は何も言いませんよ。本当ですか。僕はもう本当にいつか勝負しますよ。いつか勝負します。はい、長田を乗り越えて、長田を乗り越えて僕はもう男になります、男になります。まあちょっとこれはあのまた別の曲で、個人的な思いだから、ね、あ、そうですね、はい、これはちょっとあの山岸ディレクターにあの相談したいと思います。お、はい、対決企画、はい、押す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 、宣戦布告だ、カメラに向かって、長田逃げんなよ。まあ逃げないと思うんですけどね。ガンガン来られちゃうよお前、ガンガン来られちゃうよ、ガンガン来られちゃうよ。そしてですね、今回ファミ通ウェブ DVD はなんと3枚組でございます。3枚うわあ、ありがとうございます、ありがとうございます。押す押す。そういうわけでですね、ゲストが来てる時のタイトルコールは、はい、オスマ君がそのゲストの方のモノマネでモノマネでタイトルコールをします、うん、はい、もう今さんざんね、この方の収録前のマシンガントークを聞いたばかりですから、ね、あとまあ独特のね、独特のね、独特笑い声とかね、できなきゃバカだよねこれね、うん、今目の前に本物がいるのにさ、そうだよね、いいですか、無理だよ、じゃあいきますよ、すみません、はい、3、2、あとね、ファミチュアルディーブ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 ディー喋っていいのもこれで、やっと喋った、喋りたくてしょうがない、なんだよオープニングの振りは、ゲームの宣伝をするのが仕事の人に、うん、ラジオ出ませんか、ゲームの話もしていいですか、してもいいですから、だからもうそんだけそれをさせろよ、ほらいっぱいあるからさ、何がどれを押すんだろうな、だってこれゲーム番組でしょこれ一応、ゲーム番組、ゲーム番組、これをそれを売るわけ、ゲーム番組、ゲーム番組でしょ、いやこれゲーム番組だよな、厳密に言うとまあゲーム、これ何話してんの、ゲーム番組、ゲーム番組やったのか、ゲーム番組だ、すごい正しい、これわけわかんない、目が覚めたよ、意味わかんない、ごめんごめん、改めて思った、基本そこはアピールするんだろ、そもそもほら、まあ有名だけど一応ね、ベンジャミン田中といえば夢じゃないよ、もうステファニー林ぐらい有名でしょ、いなくなっちゃったステファニー林、大たって話だよ、大たって話とかあってわけわかんないだいやなんか似てるからステファニーとベンジャミンがいたらくっつくに決まってんじゃん、だってでも昔もほんと候補同士だけやしたからみんなね、その時代だよね、流れまくりだった、そうだよね、そんなもんみんな、いやほんと候補でね抱き合ってね、おいおいおい、すごい兄弟関係、いやあったあったあった、まあいいよ、その女性の話やもいいんじゃない、その人生、いやいや、ちょちょ、まあまあ、その話したから言うんだけど、だってさ、いやゲームのね、宣伝してもらおうと思ったら担当してねとかさ、この番組なんなのこれ、マジで言っただろ、ゲーム番組、ゲーム番 組、いつも何やっゲーム番組だよ、えナムコと映画の関係とかさ、社長が好きで好きで見たら、そういう話やめようよもうちょっとなんかもっとライトな話した方がいいんじゃないの、俺ライト、俺でも未来忍者好きだったよ、俺は古いよそういうもっとなんかさ、やばいじゃんこういう話って、何がこの会社の話とかっていうと、俺も聞かれちゃまずいもん、会社の人とかに、だろ、だからで女性の話も奥さんに聞かれちゃまずいもん、この話、じゃあ何の話ができるの、何しに来たのじゃ、何の話できんのよ、担当するゲームはねえし、ゲームの宣伝しろったってできねえしさ、来いって言うから、何が、いやいや、もうちょっと何かあんだろう、いいで、例えば結婚不倫とかしてないの、だからだからさ、これ収録してるんだよ、飲み屋じゃないんだよ、線は引けよ、どっかで、しかもこれお茶だしな、どっかで引けよ、うん、これ酒じゃなくてよかったよ、うん、本当に危ない、これお茶だからね、よかった、うん、どっかにラインはあると思う、人って、うん、まあね、これがね、ルールなきラジオって、いやいや、ルールはあった方がいいって、それ以上危ない、不倫してるの危ない完全にもうアウトだよ、それで、これさ、取り直そうよ一から行こう、まあ、いや頑張るから、俺も頑張るから、大丈夫、これ会社として公式のやつなんだよね、超公式ちゃんとやった方がいいよ、
いやだからちゃんとやってるって言ったから毎回毎回真剣にやってるしてるじゃん毎回毎回真剣にやんないとこの114回なんかもう続かないもん田中の子供のね組み合わせとか年齢とかそうだよそんなの週刊ファミ通には乗らないもんね俺のザマーミルみたいな、うん、俺の女だったんだそれだって週刊ファミ通には乗らないでしょ乗らないでしょ、うん、普通はだからいやいやもったもだいやもったもだけどでもやっぱそれ聞きたがってるねリスナーとかリスナーいるの期待人いるよ俺の子供の話とかいやどうしてもなくないゲーム業界で働いてるね大人たちってどういう人たちなんだろうなそういうテーマなんだこれいやいや奥深いよ奥深い奥深いこのポッドキャストで間口もめちゃめちゃ広い広い、うん、あそうなんだいろんな層の人を聞いてるわけだ、うん、幅広いね俺クビになんないかな今回の件で俺離婚とクビになんないかこれマジ全部失っちゃう大丈夫か全部失っちゃう全部失うぞこれほんとそんな訴えるからけどすごいだろというわけですね、はい、もうベンジャミン田中さんのトークがあまりにも面白くて、うん、マシンガントークですねもう素晴らしい感銘を受ける話ばかりバカにもうこのねこのラジオオンエア以降もう仕事も家庭ももう円満により円滑にいくこと間違いのない間違いなしもうほんといつまでも兄貴でいてくださいね何のこの締め下手でしょ下手なんですかあれはあーベンジャー面白いもっとあるじゃん面白いとこまあその女性絡みみたいな話です、ね、奥さんのとこ全部カットしちゃった全部カットしましたねもうこの、うん、なんでこんなとこに連れてこられたかみたいな話を今回カットしたと。いやーこれ実は名作だよねベンジャーが。いやーそうです、ね、来た時あの多分初めてだと思いますけどその撮ってる最中にもう2週分だったんですけどこれそうだよね1回分のつもりだったの面白かったから2週にわたって使ったっていうのもあるぐらいで俺とルパンはやっぱベンジャーと付き合いも長くてああいうトークできた知ってたけどサンタとかは初めてああいう知った感じ何かで見てたことあるのベンジャーに田中さんですか、うん、いやもちろんもちろんあのいや僕は普通に仕事でやり取りは何回か知ったことがあったんでまあそのなんとなくそういう人だっていうのは知ってましたけど、はいはいはい、こんなその 仲がいい感じっていうか、うんうん、友達弟子じゃないですか、ね、別にメーカー広報との会話じゃないですよねそうだね一応ベンジャーはメーカー広報がゲーム番組に来たっていう体を守ろうとしているのにそれで多分申請出して出てきてますからねきっとのに全然あれどこまで行ってもこれ壁がないってことに気づいて最後これ公式なの会社としてっていう質問が出てきちゃうからね何なんだこのラジオはっていう感じがいいよねいや面白いなもう一回呼びましょうかなんかでそうですね最後にじゃ あの解約方法をまたそうです我々はこのコンテンツ、まあ、ファミ通 TV 全体の入会料として700円をいただいている中でこの放送をやらさせていただいてます。今回700円払って見ていただいてですね、こんなの700円払ってちょっと高いんじゃないか、700円払って見る価値ねえよという方はどうぞこれを見た瞬間に退会なさってください。それではこの番組プロデューサーより退会方法の説明がございます。長いページを横にスクロールしてってもらうと退会するってこうあるんで、そこをこうクリックしてもらってアンケートには必ずお答えいただいて参考にさせていただければ。まず退会するをバチッとクリックするわけです。そうするとアンケート画面が出る。そうですね、本当によろしいですか的なね。でなぜ退会するんだと。そうですね、そこのアンケートには必ず答えてもらって、そしたらもう全然退会してくれても構わない。で退会してくれるの後腐れなく。そうですね、またでもちょいちょい見てくれると面白いことやってるかもしれないからね。そうですね、なんかあの一応今回まあ有料の方しか見れないんで、一応今回こんな有料版がアップされましたよと予告編アップしようじゃないかというアイデアも出てますんでね、それを見てあ面白そうじゃないか今月は買おうかなと、うん、そうですね、そういう感じで参加していただいても構わないので、ね、ぜひともぜひともよろしくお願いしたいと思います、はい。